疲れ様です。お疲れ様です。みどりちゃん、はい、最近カメラマンしてるんですか？2日前ぐらいからカメラも回すようになりました。まあちょっと今日みどりちゃん呼んだんですけど、はいはい、まあ新カメラマンなんで、もともと管理やってて、そうですね、管理やってて、うん、カメラマンに転身ということで、一応私の同期なんで、チャンネル登録、私からのお願いでチャンネル登録みどりちゃんのためにお願いします。私からもお願いします。はい。そんで今日ちょっと読んだわけですけども、うん、まあ何するかっていうと、うん、社長に退社するっていう電話をちょっとみどりちゃんにしてもらおうと思って。ほう。難易度高めですね。いきなり、まあ、今まで数々のドッキリをやってきたんで、うん、まあ、ちょっと入門編みたいな。社長にドッキリも入門編ですね、これは。なかなかレベル高くないですか？なんかちょっと今まで結構社長と話し合いとかみどりちゃんしてきたやんか、うんうん、まあそれでちょっとカメラマンに転身してっていう、うん、ちょっと積極的に転身というタイミングでちょっと辞めるっていう報告をちょっとしてほしいなと思って。はい。どうですか？いや、緊張するね、やっぱ。カメラ動画、ちょっと私が最初出たけど、うん、別に私主役じゃないんで、ちょっとカメラ私にちょっと交代しましょうか。うん、え、私映るの？あ、映しちゃダメですか？ダメ。え、映しちゃダメ。でも電話してるところとか別に映してもしゃあないからさ。いや、とりあえずこの話は、はあ、私が撮って。電話の時では、そう。じゃあ電話の時にガッツリ買おうとしていい？いや、モザイク入るから結局。でもモザイク大変らしいよ、編集が言うには。いや、ダメ。え、ダメ、なんで？ダメ。話が違うな。まあ、じゃあとりあえず、ちょっと社長に電話する、ちょっとカメラ、ちょっと。社長に電話する、ちょっと、マジ何が原因で辞めるっていう。やっぱちょっと、きつかった的な。あ、カメラマンが、2日間で。そう、社長のそばにずっといるのは大変だったみたいな。あ、それ言ったら多分社長だいぶ傷つくから言った方がいいと思う。あ、言った方がいい。逆に。やりたいことが見つかった。ああ、やりたいことは何？うわ、そうだね、それ聞かれたらやばいな。ピアニストになる。あ、ピアニスト。確かに反応気になる、それは。じゃあ社長のそばにいるのが嫌でピアニストになるために辞めると。うちが辞めるって言ったら多分、うん、え、これドッキリとかなる、なりそう。あ、確かに。でもね、みどりちゃんが言うと、うん、多分結構ガチめに信じると思うから。そうだね。そうだから、そういうちょっと 新入りメンバーっていうか、ちょっと思いもよらない人が言うと、うん、多分それ効果的っていうか、ガチで信じると思うから。そうだね。動画も全然全く出なかった人だからね。結構リアル感出るから。はい、じゃあ早速ちょっと社長に電話していきましょうか。心の準備はできてる？ OK です。何するんですか？あの退社するっていうことをちょっと今から社長に、みどりちゃんが、はい、え、それ僕が言われたってことは、僕がもう怒られ役ってことですか？なんか伊藤のせいにしとけばいいみたいな風潮あるじゃないですか。そうなんだ。なんか、だいたい伊藤くんのせいやから。あ、そう。やめましょう、もう。覚えた。もうでも、視聴率の皆さんの期待に応えるためには、ドッキリってやっぱ大事やから。もうやっぱ自分がやられて嫌なことは人にしちゃダメですよ。思ったの。でもすぐ出るかな。今何してはるんやろな。ちょっと笑ったらあかんで。もしもし。あ、お疲れ様です。お一人。今いいですか？お、今。いや、待って、かけない。あ、どうした？ちょっと話したいことがあって。お、ちょっと会社辞めようと思って連絡したんですけど。またかてよ、お前。なんで？いや、ちょっとやっぱ辛いなと思って。何が？いや、撮影か、YouTube の撮影。そうですね。嫌だった？はい。嫌だったら嫌いいんだよ、別に。俺いい、積極的参加とかいいよって言ったもんでもいいっつね。別に違ってもいいんだよ。そうですね。まあでもちょっと次新しいことしようかなみたいな。会社の中で新しいことできるじゃん。話したじゃん。あ、ちょっと会社ではできないことをやりたいことが見つかって。できることなんか何にもないの？どこに？会社です。ちょっともういいってよ、お前。
私ピアノピアニストになろうと思って。ピアノ。はい。最近ピアノも買って、あのピアノにハマってちょっと本格的にやっていこうかなって思って。ピアノなんか飯食ってけんだろ。いや、まあお金お金って感じじゃないんで、まあ好きなことできるならそれでいいかなっていう。わかるけど、前も、はい、で俺もお前と一緒にこうやって6ヶ月やろうってなっとっただろ。はい。いやでも。なるほどね。俺もお前に教えたいことがあるの、お前と話したじゃん、それ。で、今回もこうやってお前と俺とで別に無理やりやらしたわけじゃないわけだろ。それが嫌だったの、YouTube 撮影が。正直ちょっとやってみて、結構ハードだなっていう。1日だね、まだお前やってそんな。2日か。今日1日目か。ちょっとでも、まあ3日やって、ちょっと自分のやりたいことじゃないな、みたいな。じゃあ分かる。それは分かるけど。はい。その中に良さを見つけていくのも仕事だし。はい。そんなお前、こんな時期にお前やるんだら大やばくないですか、それは。やば、めちゃくちゃ面白い。思いっきり切った。こんなんで大丈夫ですか。りんちゃん悪いですね、これ。見てましたよ、僕。まあ、一回出ましょう。一回出る、一回出てちょっと聞いて、一回さ、間違えましたみたいな感じで。あ、もしもし。うん、ケイちゃんだ、ごめんごめん。あ、ごめんなさい。いや、わかるけど、その6ヶ月やってみやいいけど、3ヶ月後一回ちょっと、まあ、それ明日でいい、その話。いや、できれば今日中が。いつやめたいのか。明日。明日は無理やで、お前。笑っとんだって、お前。何笑っとんだ、お前。笑ってないです、私は。あ？笑ってないです。やばい、危な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 いっすよ、今の。やばい、ここ、いや、私の声です。早っ。もういいんじゃないですか。もうペケでいいんじゃない。やばい、やばい、まだかかってきてるやん。とりあえず放置で、とりあえずちょっとそうやな、放置して。電波悪いんで。うん、そう、電波悪いから放置で。あ、なんかLINE来た。朝一、一回話そう。嫌だ、丸。いや、既読めっちゃ一緒についた。電話出ろよって。電話出ろよって来た。黙れ。黙れ。いいんですか。いや、わかんないです。まあ、あの伊藤くんのせいにすれば。いや、やめましょう、やっぱり。いや、いや、やっぱりここ謝るべきです。送っていいですよ。全部伊藤くんのせいにすればいいから。怖。黙れ。送りました。送った。やめてくださいよ。いや、伊藤くんのせいにするから、それだけ。次かかってみたら、ちょっと一回出てみる。多分ブチ切れてるから。そうっすね。多分ブチ切れてるから、一回出てみよう。次。うわ。ん？社長から電話。おー、やばい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 、マジで。もしもし、どうです。どう？はい、お疲れ様です。まあ、事務所だろ。はい、います。ちょっと、あの、いや、もういないですね。はい。事務所の下にいるんだろ。いや、なんか辞めたいって電話かけてきたの。いや、もういないですね。さっきシャッター閉めたんで。嘘でしょ。はい。え、え、え、辞めるって言ったんですか。なんか言ってた。いや、何も聞いてないですね。あ、カメラマン辞めるって言った。いや、なんかわけわからんもんな。なんか変な LINE も送ってきてほしいなって。変な LINE ですか。うん、なんかわけわからんって言ってきて、なんか頭に欲しがったかもしれない。そ、それっす。いや、嫌だのか、なんか黙れとか、なんかそんなの聞いてたんな。え、間違えた、間違えたってこと。一回明日朝話そうって言ったら、はい。いや、今だよ、本当に1時分前だぞ。マジっすか。え、1時間前ぐらい帰りました。そうでしょ。はい。ちょっと、そうだよ、まあ、いいよ、ありがとう、ありがとう、また電話するわ。はい、わかりました。あ、失礼、失礼します。頭おかしくなったって。まあ、確かに急にあんなに送ったら。お前事務所にいないだろ。どこ一回話そう。電話に出てください。土下座します、社長が。本当だ、社長が土下座してる。出ていただきましょう。うん、ちょっと出てあげますか。うん、あ、お疲れ様です。どこにいるの。あ、事務所です。あ、事務所です。いやいや、事務所にいないだろ、お前。正直に言って。え、
顔見せれないです。お前顔見せろって。あ、はい、お疲れ様です。どうした？お疲れ様です。じゃあドッキリか。お疲れ様です、伊藤です。いや、ちょっとあの退社するって、退社するからちょっと付き添いでいてあげました。みどりちゃんが退社するって言ってたから付き添いでちょっとついてあげて。ドッキリでしょ、これ。ドッキリですか、これ。ドッキリ、ドッキリですか、これ。ドッキリでーす。ドッキリはもう禁止だ、どうなるんでしょう、会社。禁止禁止やったんですか。いや、禁止じゃないよ。まあ、禁止じゃなかったら、じゃあ、いいですよね。あ、いや、禁止じゃなかったら、いいですよね。そう、お咎めなしですよね、これも。いや、もう、じゃあ、本当に。はい。頑張ってんだから、あなた。こんなくだらん、もう俺みたいな人間騙して、はい、視聴者の人に嫌われちゃうよ。え、だ、私がですか。うん、そうなんですか。そうなんですか。なんか部活的だ。ちょっと、とりあえず打ち合わせ終わったら行くわ。まあ、つまり案外ブチ切れなかったですね。はい、はい、じゃあ、あのこれからもよろしくお願いします。新メンバーのみどりちゃん、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、求人道場とか、あの、何そこら辺もお願いします。はい、はい、じゃあ、また見てね。Yeah.